皆さんこんにちは、高田チャンネルです。今回もカリスマバイヤーのお二人を招いてちょっと照れるんですよ、すごい申し訳ないんですが、いろいろと伺っていきたいと思います。今回は何でしたっけセールの、そうですね、今の時期のクリアランスセール、はい、今まさにもうまさにというかもう早いところは始まっているセールですね。春夏のセールで、おすすめのアイテムをお二人に伺っていきたいと思います。はい、ぜひご覧ください。お願いします。それでは早速2人にこの春夏のセールでおすすめのアイテムを伺っていきたいと思います。はい、はじめはどっちだ、はい、もうお願いします。伊断面接の前の稲葉と申します。伊断面接の、はい、すみません、自己紹介なんですけど、だから先週からね、はい、回し側に立ってますから、ね、真ん中なんで、そうそう、やっぱでも2人のこの魅力をこう引き出したいと思って必死にやめましょうよ、必死になってるんですけどそれでやめましょう。じゃあセール1つ目、はい、お願いします。情報じゃあ3つちょっと回答させていただくんですけど、はいはい、まあ、伊勢丹メンズ館の、ドレス部門でのちょっとこうおすすめカテゴリーというか、はい、を含めて、うん、お得情報というか、はい、こんなのが魅力だよみたいなのを含めてちょっとお伝えしたいなと。なんか正直その辺って僕らも普段聞けないから、はい、ちょっとガチで聞きたいところはありますけど、いやもうでもいいんですか、はい、あんまりしかもこういうのって言う場がないので、そうそう、場がないので、はい、でもお伝えしたいので、そうですね、はい、魅力の3つお伝えしたいと思います。まず1つ目は、はい、このブランドいいぞ、あ、いっぱいあるぞ、なるほどなるほど、結構安いぞ部門、まだまだあるぞ、はい、狙い目だぞ、狙い目だぞ、オフリッツみたいなの違いますもんね。そうですね、はい、確かに、が、ステラティーノとボレリ、いい、おー、そこいい間違いないやつ、いいで、結構やっぱりもともとラティーノとボレリに関しては、はい、まあもちろんいろんなお店さんでやってますけど、はい、スタメンズも非常に強みな2つのブランドでして、もともと買い付けも非常にたくさんやらせていただいてますし、かなりお客様のご好評のあるブランドなんですけれども、なのでまず品揃えの幅が結構広いです、はい、結構やっぱセールなので奥行きは少ないんですけど、うん、いろんな柄、素材でまず見ていただくっていうのもありますし、結構圧巻だと思います。ボレリなんかはメンズ会1階にあるんですけど、結構見ていただくともう30SKU もうちょっとありますね、すごいね、がまず一度に見れるので、かなりそれはボレリだけです、ね、ボレリだけです、わ、すごい、すごいね、はい、しかもシャツだけなんです、ネクタイももちろん、はいはいはい、ネクタイは、80色ぐらいがいっぺんに見れるような体制でお待ちしてますので、奥行きは少ないので好きな柄はもう早めにって感じなんですけども、まあね、サイズも早めにって感じなんですけれども、非常にたくさんのバリエーションでこの2つのブランドは取り揃えてます。ボレリは特にこの春夏、はい、稲葉さんと僕で一緒にリアルタイムさんで ね、はい、飾られてましたね、はい、紹介させていただいて、はいはい、あれは本当あっという間に完売しちゃって、あのリネンのシャツはそうですね、そうなんだ、はい、でただあの着心地以上のものがドレスシャツにあったりするじゃないですか、はい、それがそんなに並んでると、そうですね、で定番のまあもちろん白のブロードとかっていうのはない色もあります、もちろん、うん、売れちゃってないものもあるんですけど、はい、定番色もしっかり取り揃えているので、うん、ぜひ一度見ていただきたいなと、とにかく見てこれだと思ったらすぐ買っていただきたいなっていうぐらいおすすめです。オフ率も比較的高めだと思います。ちなみに今まだこの段階で決まってないんですけど、40から B ですわB パーセントから B パーセント、でもまあ、はい、その編集の技術持ってないけど全然まあ三角近くまですごいわ、思いますし、40%から 50% ぐらいで、とにかくいっぱい柄がありますと。ガチじゃん、ガチっす。いやで毎シーズン買うんですよ、このラティーノとかは。そう、ね、ここで社員もいやでも絶対そうだね、はい、はい、うん、ボレリもそうですし、それ醍醐味だ、醍醐味なんですよ、運命の出会いタイミングだもんね、はい、うわいや、じゃあ別にセールとはですね、セールとはですね、そういいんだよ、冬ちゃんセールとは、いいんだよ、ひやまさんにとってセールとは何ですか、で運命の出会いだから、ちょっと違うなるじゃん、これね、こうそう、そういうなるから、そういういいコメントいただいても僕の編集ほらそうないんですよ。ちょっと
エコーかかりますよね、今の。そうそう、大滑りしてる感じに映るじゃん。そのエコーかかる。この見切り発車の感じ。だんだんと。だから。エコーかかるんですね。2つ目、今のでいい情報、今ので1個なの1個っす。2つ目、はい、いいね、はい、は、これはすいません、品揃え部門の、はい、ちょっと手前味噌の自慢、まあ、イスタメン図鑑の魅力は、うん、パンツです。はい、はい、特にインコテックス、PT、はい、GTR のこの3ブランドは、うん、まあ通常プロパの期間からめちゃめちゃ品揃えも多いんですけど、はい、セールの時ももちろん同じ品揃えで、うん、ご紹介してますし、あのパンツウォールがメンズ館5階にあるんですけど、まあ、2段パイプというか2段パイプでパンツを展開してるっていう、結構珍しい、プレゼンテーションしてるんですけど、そこに、まあ、それこそ1ブランドあたり、80本、80本は全部違う色が、はい、常に出てます。すごい、100色ぐらいオーダーしてるんですよ。す毎シーズン100色ぐらいオーダーして、まあ、100から120色オーダーして、あー羨ましい。セールが気持ちいいっすよね。気持ちいいっす。めっちゃ気持ちいい。そうですよね。すごい。これどうしよう、どっちかなっちゃう。両方両方いい。それ行ってみたいもん。けどあれは探すのがそれこそ大変なんですけど、近くのスタッフぜひ聞いたって、絶対に欲しいものが見つかる。そうだよね、そういうことですね、はい、ボリュームでご紹介してますので、オフィスが魅力というよりも、オフィスはまあ、あれなんですけど、品揃えがとにかく、パンツはセール以外でもそうなんですけど、魅力かなと。なんか普通に定番の、じゃあグレーのパンツって言う、はい、でも僕たちそのバイヤーの中でもライトグレー、ミディアムグレー、チャコールグレーって3色あるじゃないですか、はい、でもこの3色の微妙なトーンの違いが、はい、またライトグレーの中でもその微妙な感じとか、はい、ミディアムも微妙なとか、はい、それを各ブランドでちょっとずらしながらやる、はい、ありがとうございます。でもなんかそれがやっぱりそれだけの本数だと、はい、それをちゃんと一つのブランドでも見えできるってことですもんね。そうで、そのトーンの違いだけで洋服にこう絶妙に合うか、はい、そうなんですよね。ちょっとみたいなの変わるじゃないですか、うん、はい、それは大きいですね。ノープリーツもワンプリーツもとか、テーブルランドは一層のバリエーションも揃えてますし、絶対に見つかるっていう自信があります。素晴らしいですね。でセールでもちゃんと、はいはいはい、ご紹介できるかなっていうふうに思いますね。これあれじゃないですか、もう見たらすぐ行かないと、はい、そうなっちゃうね。やっぱグレーからこう減ってきますよね。そうですね、テーブルが絶対そうですもんね、はい、間違いないもんね。来年も同じ、まあそうですね、ベーシックなものはやっぱりやったりするしね、変な話ね。わ、ずるぜひその情報ずる、はい、バリエーションもいいっすね。これはメンズ館5階です、はい、それでも伊勢丹さんだからこそできるやつですね。そうですよね、なんか本当に羨まって言ったのやっぱそういうとこですよね。僕らガチの、すいません、振り込みやすい。ガチの2個目がもガチ2個目ガチ、すごい3つ目3つ目、はい、3つ目は、単品アイテムでちょっと面白いよっていうのをご紹介させていただきますと、うん、NR ナポリという、うん、NR ナポリというブランドの、うん、シャツアウターが、うん、あります。ちょっと画像後ほど、はいはい、NR ナポリ、はい、で、まあ、ニコラ・ララのあスパッカネアポリス の, あのニコラネクタイニコラのと一緒にこう協業して作ったシャツアウターをへー、メンズ館5階でベッドしてまして、うん、でそれが、まあ、6色ぐらいでやってたんですけど、今はちょっと欠品しちゃってるものもあって残り数色になっちゃってるんですけど、非常に、まあ、別注でちょっと特別感もありますし、うん、まあ、シャツアウターとまあ、テーラードジャケットの間のこううまい感じ の, まあ着用感もあるの で,、はい、でちょっとミリタリー由来 の, ニコラが持ってるミリタリー由来のブルゾンをシャツアウターにそのまま落とし込んでるっていう別注商品があって、ちょっとまあ数も少なくなってるんですけれども、価格ももともとプロパーで4万前半でやってたものがセールになってますので、もしあれば非常におすすめかなと。すごい、ちなみにニコラ・ラダーノってスパッカネアポリスっていうネクタイのブランドをやってる、はい、イタリア人なんですけど、20は今いくつですか？25、26、
ってるかもしれないです。4、5かもしれないですね。5になる年ぐらいかもしれないです。めっちゃ若いんですよね。すごい若いし、で、まあイケメンなんですけど、で、まあ、ネクタイとかをちょっとこうナポリのヴィンテージの過去のアーカイブからこう掘り起こして、はい、その若い感覚ならではの、古いものを新しく見せるみたいなことをやってるんですね。そうですね。で彼の私服もおしゃれで、おしゃれですよね。で彼もまあそのアメリカンヴィンテージだったりとかっていうのをここ何年か着始めてるんですよね。はい、で元々は本当に子供の時からもうサルトリアで仕立てて着るようなものをずっと子供の時からもう英才教育をされてるような家系で、医者家系とかですね。そうですね。かなりお金持ちそうなんですよね。ならではのなんかそういう面白い感覚ですよね。うん、僕のまああの。あの高額帯のスーツの着こなしもめちゃくちゃあの年にして似合うし、うまいじゃないですか。だからかなりこう若い方も参考になるこうドレスの着こなしだなと思いますね。で、日本にも来るしアメリカでトランクショーやったりとか、あ、そうですね、ワールドワイドで、ね、うん、そのドレススタイルをこうなんだろうやって売ってる提唱してる子なんで、はい、なんか間違いないですよね。そうですね、うん、なので彼のスタイルをこう体現したシャツアウターが、うん、年間5回ありますので、すごい見せた、はい、もうぜひお待ちします。もうこれでこの週はもうこれでいいんじゃないですか。いやいやいや、溢れ返っちゃうんだから、もうちょっとあの明日はみんな伊勢丹に行こうっていうこのフレーズで締めた方が綺麗な気がする。完全に訴求すいませんとかなっちゃったんですけど、いや、いいと思う。でも自分も買うからなんか買いたいのも含めておすすめだなっていう。じゃあ3回にわたってもいいですか。それぐらいのボリューム。しかもちょっとリアルリアルなの。リアルにおすすめですよ。だって今の情報って結構普段聞けないし、はい、なんかむしろ今のを聞いた人だったらなんか惜しげもなくいけそうじゃないですか。でここでスパッと見るのやめて伊勢丹さんに行く準備をしたい、したい方がいいと。で次回ピアモさんから奈々さんの得情報を聞いて、はいはい、奈々さんに行く準備をする。あーそうそうそう、3週半週もっと、いや、1週半ですよ。カーキン持ちます持ちますかね。そうですね、確かに1週でこのボリュームは来週しきれない。来週はピアモさんの一人喋りがもうそしたらもうちょっと飲むもうちょっと飲んだ、確かにちょっと変わってるかもしれない、ね、もうちょっと飲んだ、もう NG ワードばっかりかもしれないですけどいいですか。全然大丈夫です。ということで、本当に言った。今回はこの伊勢丹さんのお得情報、もうめちゃくちゃやばいですねこれ、で、終わりにしたいと思います。引き続きコメント、高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次週のナノユニバースさんのお得情報でお会いしましょう。本当に言ったね。次はティアモだよ。